日本小物釣り初心者代表淡路支部長のジョルタクでございます。さて今回はちょっと趣向を凝らしまして、こちらにありますね、小物釣りをやっていこうかなと思ってます。で仕掛けはね、こういう風にね売ってるん でこういう延べ竿にこういう風にね使っていきます。全部ねワンセットになってるんでだいぶ便利なんですよ。で、なんでしようかっていうことなんですけど、まあ淡路島はですね、まあ海に囲まれたっていうのもね一つありますけど、せっかくねこう池や川とかね自然に恵まれてますんで、そちらの方もね魅力をお伝えしようかなと思っております。はい、では早速ねやっていきます。おお釣れとった。よきが動いたから。よっしゃ。初手長です。いえ初手長。棚合わせが全然できてなかったから。カニが釣れた。はい、カニ。なんか動画見たりツボとか行ったりはするんですか？持っていく。今これやっぱそんな感じですよね。今そんな感じちょうど。あ、浮きが走ったな。よいしょ。よっしゃ。あら。取れるんやな。残念。走ったね。もうええかな。よいしょ。おあ。難しい。動いたね。あ、これ食っとるわ。出ますね。今持っていってるわ。あ、いったな。よいしょ。難しい。よっしゃ。おお、結構。よいしょ。順調。
ん卵も取んな。卵持ちやからこれはリリースですね。これきた。よいしょ。よいしょ。ちっちゃい。あ、違う。これハゼですか？何？ハゼ。よし。ちょっとサイズある。よいしょ。よいしょ。2匹だけ。お、めっちゃ元気やわ。すごい元気。入れすぎたか。よっしゃ。このままちょっと待っ。おお、あけあけ。新聞紙引けばよかった。Thank you.